食材集め、お疲れ様です、リムル様。例の場所はいかがでした？楽しめましたか？ああ、教えてくれてありがとな。同じジュラの森の中だけど、いろんな奴らがいるな。おとなしい奴もいれば、凶暴な奴もいて、まだまだ森のこと知らないってよくわかったよ。なるほど、まだまだ森を知らないですか。よし、オークロードの討伐、俺がですか？ええ、そうです。いきなり現れて、ずいぶん身勝手な物言いじゃないか。ドライアドのトレイニーとやら。なぜこの町へ来た？ゴブリンよりも強い種族はいるだろう。そうですわね。オーガの里が健在でしたら、そちらに出向いていたでしょう。まあそうであったとしても、この方の存在を無視することはできないのですけれど、我々の集落がオークロードに狙われれば、ドライアドだけでは対抗できません。ですからこうして強き者に助力を願いに来たのです。オークロードがいるってこと自体、俺たちの中では仮説だったんだけど。いますよ、オークロード。ドライアドはこの森で起きたことならば大抵は把握しておりますの。ドライアド様がお認めに？ならば本当に？返事は少し待ってくれ。ん？こう見えてもここの主なんでな。鬼人たちの援護はするが、率先してヤブをつつくつもりはないんだ。情報を整理してから答えさせてくれ。会議を続けるぞ。オークたちの目的について何か意見のある者はいるか？思い当たることが一つあります。うん。そうへ、私たちの里調査してきましたか？はい。その様子ではやはり。はい。同胞の者も多くの者もただの一つも。ん？何が？死体です。20万もの大軍が食えるだけの食料をどうやって賄っているのか疑問だったが。それってまさか。ユニークスキル、飢えるもの。飢えるもの。世に混乱をもたらす最悪の魔物、オークロードが生まれながらにして必ず保有しているスキルで、オークロードの支配下にある全てのものに影響を及ぼし、イナゴのように周囲のものを食べ尽くす。食らった相手の力や能力までも取り込み、自分の糧とするのですわ。あなた様の捕食者と似ていますわね。飢えるものの代償は満たされることのない飢餓感。オークたちは果てしない飢えを満たし、力を得るためだけに進むのですわ。ただそれだけが彼らの王の望みゆえに。オークの狙いはオーガやリザードマンといった森の上位種族を滅ぼすことではなく、その力を奪うことか。さてとなるとだな、うちも安全とは言い難いな。テンペストウルフに鬼人、ホブゴブリン、味はともかくオークたちの欲しがりそうな力を持った餌だらけだ。一番奴らの食いつきそうな餌を忘れてやしませんか？どこに？それにオークロード誕生のきっかけとして魔人の存在を確認しております。あなた様は放っておけない相手かと思いますけど。魔人か。いずれかの魔王の手のものですからね。森で起きたことは大抵把握しているか。食えないお姉ちゃんだ。
リムル・テンペスト様、改めてオークロードの討伐を依頼します。ガロー族を下し鬼人を庇護するあなた様ならオークロードに遅れを取ることはないでしょう。大賢者どう思う？信用していいのか？ドライアドはジュラの大森林の管理者、不届きな者、森に対し害意を持つ者に対し天罰を下す存在と言われています。天罰か。でもな、20万だぞ。当然です。え？リムル様ならばオークロードなど敵ではありません。まあやはりそうですよね。ええ、うそー、この子勝手に。うわ、分かったよ。オークロードの件は俺が引き受ける。みんなもそのつもりでいてくれ。はい、もちろんです、リムル様。どうせ最初からそのつもりだ。俺たちは旦那を信じてついていくだけさ。その通りですぞ。我らの力を見せつけてやりましょう。うむ。なんて格好つけて、負けたらどうしよう。不安ですかな、リムル様。できる準備は全部するつもりだ。ハクロ、俺に気合を入れてくれ。どれ、軽く揉んでやりましょうかの。皆様は私がお守りします。最高でした。特使を務めましょう。我らにお任せを。
20万の軍勢を相手取るとなると、リザードマンとの同盟を前向きに検討したいところだが、死者があれなんだよな。話が通じるやつと交渉したいところだが。リムル様、リザードマンの首領に直接話をつけてもよろしいですか？ソエ、できるのか？はい。やだイケメン！よし、ではリザードマンと合流し、オークを叩く。決戦はリザードマンの支配領域である湿地帯になるだろう。これはリザードマンとの共同戦線が前提条件だ。頼んだぞ、ソエ。お任せを。狩猟がガビルみたいなアホじゃないといいけど。起きたかよ。あー、ガビル様！ここは、そうだ我が輩は、あのふざけた顔の男に。うぬ、すっかり騙されたわ。どういうこと？簡単なことよ。我が輩を制したあの者こそあの村の本当の主に違いない。なんと！あれが？そうじゃないとガビル様負けたりしないよ。しかり。汚い！騙してガビル様の油断を誘うだなんて。卑怯なり。ふざけんな！まあ落ち着け。弱者なりの知恵というやつだろう。器の大きさ山のごとし。いや、実験終了。いやー、かっこええな、ガビルハン。いやいや、我が輩などそれほどでもって何やつ。最初からいたよ、この人。聞いた通り、えらい男前やないか。わいはラプラスというもんです。ラプラス？ゲルミュッド様の使いで、あんたに警告をしに来たんや。おお、ゲルミュッド様の。ゲルミュッド様って？ガビル様に名を授けてくださったというお方だ。ご足労をおかけしたな。してゲルミュッド様の警告とは？これがまたえらいことになってるんですわ。ん？今回のオークの軍勢、どうやら本当にオークロードが率いてるらしいです。オークロード？リザードマンの狩猟はできたお人やけど、もうかなりの落としやし。正直なとこ、お父上には荷が重いんとちゃいます？オーク軍撃退の後に狩猟の座を受け継ごうと思っていたが、それでは間に合わんようだな。せやせや。ラプラス殿、挨拶もそこそこだが、我が輩たちは。って湿地帯に戻りはるんやろ。早行った方がええで。うむ、かたじけない。出発するぞ。せいぜい頑張りや、ガビルハ。狩猟、いかがいたしましょう。多くが迫っておりますが。籠城するしかあるまい。20万の多くを相手に戦う術はない。狩猟、侵入者です。狩猟に合わせろと。会おう、連れて参れ。え、危険では。そなたも感じるか、このオーラ。ええ、ただものではありません。これはリザードマンの精鋭100体でかかったとしても。失礼、今取り込んでおりましてな。おもてなしもできませぬ。気遣いは無用だ。俺は単なる使者、我が主の言葉を伝えに来ただけなのだな。して要件は？我が主はリザードマンとの同盟を望んでいる。同盟？はて、そなたの主をわしは知らんのだがね。我が主はリムル・テンペスト様だ。ドライアドより直に要請を受け、オーク軍の討伐を確約されている。森の管理者が直接。
オーク軍を率いているのはオークロードだという。この意味を踏まえてよく検討してほしい。リムルだと聞いたこともない。どうせそいつもオークロードを恐れて我らに泣きついてきたんだろう。素直に助けてくれと言えばいいものを。口を塞ぐのだ。終了。そのような態度では舐められ。同族の非礼を詫びよう。許してやってもらえないかな。これは対等の申し出なのだろう。失礼。脅すつもりはなかったが、主を愚弄されるのは好まぬ。よく言う。止めねば迷わず首をはねただろうに。見たところそなたのオーラは南西に暮らすオーガであろう。今は違う。主より宗英の名を賜った折、鬼人となった。鬼人？オーガの中から稀に生まれるという上位種族ならば、そなたに名を与えた主とはそれ以上の存在というわけか。オークロードの出現、この局面において強者からの同盟の申し出、断る理由はないな。だがソウエイとやら、一つ条件がある。聞こう。そなたの主リムル・テンペストと会いたい。わかった。では我らは準備を整え、7日後にこちらに合流する。その時お目通りしてもらうとしよう。うん。それまでは決して先走って戦を仕掛けることのないように。承知した。では。はあ、どうにか光明が見えたようだ。皆を集めろ。オーク軍はすでにこの地下大洞窟のそばまで迫ってきている。だが恐れることはない。7日後には強力な援軍が見込める。それまで我々は籠城し戦力を温存するのだ。間違っても攻撃に打って出ようなどと思うな。戦死すれば餌になり奴らの力が増すと思え。それがオークロードを相手に戦うということだ。援軍と合流した後反撃に転じる。その時まで耐えるのだ。誰一人死ぬことは許さん。一匹潜り込んでいたか。蹂躙せよ蹂躙せよ。こんなもので石膏が務まるのかは疑問だが、始末させてもらう。よし、やってみるか。お楽しみいただきます。
終わらせましょう。さあ、断罪の時です。エアリアルブレード。森のことは何でもお見通しですの。しまった。勝利ポーズです。覚えたスキルも整理したし、準備万端。性能が向上しました。各スキルを獲得しました。覚えたスキルも整理したし、準備万端。親父殿。おお、戻ったか。してゴブリンからの協力は取り付けることができたのか。は、その総勢7000匹待機させております。うん。多く相手に籠城とはどういうつもりなのです。とても誇り高きリザードマンの戦い方とは思えませんな。お前がいない間に同盟の申し出があったのだ。その者たちと合流するまでは防衛に徹するのが最善だ。おい、何？天然の迷路を利用し大軍と戦うのはいい策かもしれん。だがそれではあまたある通路に戦力を分散させすぎて戦力の集中による迎撃ができぬ。ガビル殿、これは一体どういう。落ち着け親衛隊長、危害を加えるつもりはない。しかし手荒な手段になってしまったことは後で詫びる。窮屈な思いをさせるが、我が輩がオークロードを撃つまで辛抱してくれ。息子よ、勝手な真似は許さんぞ。話せ、話せんか。ガビル殿、いえ、兄上、目を覚ましてください。ガビル様、これを。親父殿の。うむ、この力、ボルテクススピアよ、我が輩を主と認めてくれるのか。各部族長の掌握が完了したぜ。若い連中にはこの防衛戦に疑問を抱いていた者も多かったからな。そうか、みんなあんたについていく。頼むぜガビル様。いいとも、我が輩がリザードマンの真の戦い方を見せてやろうぞ。時が来たのだ。おお、豚でも必要以上に恐れることなどない。湿地帯は我らの領域、オークどもを撹乱するのだ。ぬかるみに足を取られるノロマに遅れは取らん。やった、攻撃が効いてるぜ。しかり、よし、一旦離脱。はぁ、なんだ、オークがオークを食っている。蹂躙せよ、蹂躙せよ、蹂躙せよ。食べた仲間の力を我が物に、食べた獲物の力を我が物に。何が来ようと焼き払うまで。断罪の時です。相手は多くの上位古代のようですね。いかがいたしましょう。いかがって、助けないわけにはいかないだろう。勝てるか。たやすいことかと。即答かよ、イケメンだな。ではやれ、
俺たちもすぐ行く。よみんな、戦闘態勢を取れ。行くぞ。はやるっす。仰せのままに。あれあれ、もう終わってるっすか。あら、宗衛のやつ本当に有能だったよ。少しは残しといてくれよ。深手を追っています。ああ、これを飲め。大丈夫、ポーションだ。傷が。致命傷だと思ったの。あなたは。俺はリムル・テンペスト。お願いがございます。我が父たるリザードマンの首領と兄たるガビルをお救いくださいませ。ガビルの妹なのか。何があった。兄ガビルが謀反を起こし首領を幽閉したのです。兄はオーク軍を自らの力で退けるつもりのようですが、オークロードを甘く見ており、このままではリザードマンは滅亡することになりましょう。父は見張りの隙を見て私を逃がしてくれました。虫のいい話であるのは重々承知しております。しかし、力ある魔人の皆様を従えるあなた様のその慈悲にすがりたく、何卒よくぞ申しました。リムル様の偉大さに気づくとは、あなたは見どころがあります。おい、シオン。リザードマンは救われるでしょう。おいおい、ありがとう。ありがとうございます。勝手に仕事を取ってくるこの感じ、まさに秘書だな。まあ仕方ない、どうせオークロードとは戦うんだ。ガビルの妹ってことは狩猟の娘さん。はい。では君を狩猟の代理と認める。ここで同盟を締結することに異論はあるか。いえ、異論など。じゃあ決まりだ、同盟は締結された。同盟相手は助ける、当然だろ。ありがとうございます。ソエ、狩猟のところまで影移動できるか。もちろんです。有能で羨ましいよ。リザードマンの狩猟救出を頼む。ギョイ。よかったな、ベニマル、まだ残ってたぞ。暇つぶしにもならないでしょうね。皆様は私がお守りします。お任せを。はっ、しまった。はっ、そこ。しまった。逃がしません。まだまだ行くぜ。リムル様、合わせます。頑張りますね。えい、しまった。
終わらせましょう。さあ、断罪の時です。エアリアルブレード。森のことは何でもお見通しですの。しまった。しまった。そこ逃がしません。そこ、皆様お疲れ様でした。やばそうなのが来たっすね。